野村望東二蔵、平尾三僧、野村望東二、文化三年九月六日、慶応三年十一月六日は、幕末の女流家人、金納家、造成五位、文化三年九月六日、畜前国大前屋後に生まれる、福岡藩市、浦野重上門勝之の三女で、幼名は、元、幼少寺より、二川助地下に、和歌や書道を学んだとされる。 文政元年、13歳の時に、林五在門家に、行儀見習いとして使え、学問や裁縫手芸など多芸な趣味を覚える。文政五年、17歳の頃に20歳年上の、福岡藩市、郡陣営門にとつぐ者の半年ほどで入園、聖火に戻って、和歌、書道などに加えて、尊能思想を学んだ。文政十二年、24歳で二千塾道門の、 福岡藩市、野村新三郎定岸と再婚。野村も再婚であるが、その連れ子との関係は良好だった。一方で、四人授かった子供は創生している。二川助近が病で家熟を占めると、天保三年からは、夫と共に大熊琴道の門下に入る。高下二年、連れ子である次男に家督を継がせ、夫が隠居すると、 福岡南側の山村にあった自分の山荘に40歳で陰性した。安政6年、54歳の時に夫が亡くなり、停発して受戒文久元年11月、持ち東には福岡を立ち4年ほど前から大阪に滞在していた大熊琴道のもとを訪ねた。その後、京都へ赴き、翌2年5月まで滞在したが、この間に島津久光の上落や、 ヘラダヤ事件など、騒然とする京都市中の様子を見聞きした。また、福岡藩御用達の商人で、尊王上位派と交流があった、馬場文秀と知り合い、次第に政治に強い関心を持つようになった。その後、福岡へ戻った餅東には、平尾三荘に、勤労の死をたびたびかくまったり、密会の場所を提供したりする。彼女に便利を図ってもらった中には、勤労像、 月賞、長州藩士、高杉晋作、熊本藩士、入江八千兵衛、津島藩士、平田王衛、福岡藩士、加藤師署、平野国臣、中村円太、月形千蔵、早川守隆などがいる。慶応元年6月、福岡藩内の尊上派弾圧の動きが強くなり、孫で福岡藩士の野村助作と共に、自宅謹慎を命じられ、親族が集まって、 今後の相談をしていた深夜、親しく近所付き合いをしていた林家の北岡雄平が暗殺された。もち東には、藩の密命を受けて、重要な任務に当たっていた北岡から、様々な情報を得ていた。勤門の変後の12月、長州修正を成し遂げた北岡が、長州の高杉が空き家に占拠しているようだなどと、もち東に,に伝えている。10月に、姫島妹流刑となった。 翌二年九月、新作の式により福岡だ、万志氏、東四郎、忠正蔵らが姫島から脱出の手引きをし、下関の勤労の交渉、白石正一郎宅にかくまわれた。その五秒に倒れた、新作の最後を見取ることとなり、新作が面白きこともなきように、面白くと読むと、もち東二が続けて、住みなす者は心なりけりと読んだ。持ち東二はその後も、 もう年家から二人ぶが与えられ、皇遇されるが、薩長連合軍の戦勝祈願のために行った断食器が、たたり、持ち東には体調を崩し、慶応三年十一月、三田尻で六十二歳で死去した。時世の句は、雲水の流れ間として、花の穂の初雪とあれ降りて醤油なり、山口県豊富市の大楽寺の桑山墓地と、福岡県福岡市博多区の名工寺に墓がある。 明治二十四年、生後位を追蔵された。元は林家に仕えている時に、実家の裏の家が火事となったと知らせを受けて、帰った時の第一世が水牛の株とはいかにであった。近所の人たちはさすが武家の娘さんだと感心したと言う。この話は、藩の上層部にまで伝わり、後々まで語り草となっていたという。生誕地の石踏み、高陵州上行日記、 姫島日記、冒州日記などの遺構が存在する。磯部実のの皇帝で、野村望東に、上行日記姫島日記文とも同書店、昭和18年に出版されている。また、密会場所として提供していた山荘は、現在も保存されており、山荘の敷地は、平尾山荘公園として整備されている。同公園内には、彼女の銅像が設置されている。 なお、福岡市中央区赤坂三丁目には、生誕地の石踏みが立っている。野村望む東に、美術人明治店ことばんく、ABCDEFGHI 野村、望む東に新年曲げず死士たちを看過日本経済、新聞長官女性面2013年7月20日、ABCD 平尾山荘福岡市の文化財、二川助地下ことばんく田尻左辺。 増衣所見電造保番上特使増衣年表 P7、井上製造、博多郷土史自転足処房2000年 ISBN978 から47億5120万3620、P175 から176。ありがとうございます。